小学5年くらいの頃、転校して半年ぐらいだった俺は、クラスの数名に粘着されていた。全体的なものじゃなかったし、深刻な感じでもなかったので、俺は、全く気にしてなかった、と思っていた。ある日、ちょっと、高台の上から、下を眺めることに夢中になっていた俺は、その粘着組を発見し、日頃の恨みを晴らそうという気でいっぱいになった。なんというか、怒りって、なんかで着火すると、一瞬で燃え上がるって感じだった。でも、高台からは、さすがに高すぎて、飛び降りると、自分も、ただでは済みそうになかったので。そいつらの後ろの、石垣みたいになっていた、住宅の基礎っぽいところにまで接近。高さ的には、2メートルくらいだったかと思うんだが、そこから飛び蹴りしてやろうと、子供ながらに、とんでもないことを考えてしまった。結論から言うと、飛び蹴りしようとした俺は、直前ですっ転び、頭から転落して、停車していた車に激突してしまった。幸いというか、なんというか、車がへこむほどのダメージもなかったし、俺も、意識がはっきりとしていたんだが、えらいことをしてしまったという気持ちがいっぱいになり大泣き。事態が事態のため、警察もすぐ来たんだが、そもそも、やり返そうと思ってしまった自分が発端なので、泣いて謝ることしかできなかった。が、全くもって話ができないレベルで大泣きして謝る俺のその態度が、なんかやばかったらしく。後日、学校では、粘着組が俺を脅して、車にダイブさせたという、とんでもない噂になってしまっていた。というのも、それなりに友達がいた俺が、粘着組にいじめられていたのは周知の事実だったため、信憑性は十分にあると判断されてしまったようだった。親から嘘はいけないと叩き込まれていた俺は、これはやばいと、また泣いて噂の否定をしてしまい追い打ち。結果、粘着組は親を呼ばれて大騒ぎになってしまった。今思い返すと、俺のやったことは、天然の復讐になるんだろうか。それとも、傷害未遂になるんだろうか。器物破損になるんだろうか。運転手さんには謝ったんだが。